はい、いただきます。ジョジョ園を食べたら、はい、どうもネグゼの人です。本日も撮影からこのモンタスくんが撮影してくれています。モンタスです。お願いします。今まで先輩だったんですけど、はい、今回新しく参入してくれてることで、はい、はい、同期ですね。同期の本当初めてじゃない、休みの日に会うの。そうだね。なんか飯とかたまに行ってたけど、行ってるよ。休みの日は行ったことないよ。初めてだよ。いや今日はですね、はい、俺がメインで考えた企画なんですけど、はい、俺全然格闘技詳しくないんだけど、まあメイウェザーがこの間。ああ、桜みくる選手とやってたやつですね。はいはい。その話をね、2人でしたじゃないですか。しましたしましたしました。そしたら、寝癖の彼がですね、メイウェザーはジョジョ園が好きらしいよ。ああ、そうそうそう、なんか毎回来るたびにジョジョ園ばっか食って帰ってくらしい。俺もさっきね、ネットニュース調べたら、俺はジョジョ園弁当しか食わんみたいな。だから、まあ逆説的にね、ジョジョ園食ったら強くなるんじゃないか。メイウェザーの強さの根源は、ジョジョ園なんじゃないか。なるほどなるほど。確かに100里あるかもしれない。で今日はですね、手袋に来てます。一回この後、とりあえずパンチングをします。手袋じゃない、ゲーセンとかにバーンってやつします。ジョジョ園食べます。もう一回パンチして、いやこれ上がるだろうと。いや上がると思うんだ絶対。まあ上がるだろうね。焼肉ってのもね。メイウェザーが食ってんだ。やっぱ男たるもの強くないといけない。ジョジョ園食べるなんて珍しい。いや俺ジョジョ園実はジョジョ園食べるの初めて。俺もパンチングマシーデビューだから。あマジで。じゃあとりあえず。パンチングマシン行きましょう。はい、了解です。じゃあ行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。ということで、アップも終わったんで、なでいきましょう。全部本番パンパンですけど、なでいきましょう。はい。俺ね、最近筋トレしてるから、いける気がする。いける気がするって、お金こっち入れようとしたけど。なんか、面白いらしいんですよ。これ基準だから、全力でね。できるよ。すごいすごい。この2人は結構良かった。回しが良かった。そうだもんね。177。これ切り上げしましょう。じゃあ上げていくぞ。デモンストレーションだ。うん。音がすごかった。手首痛めるよね。おおすごい、阿部が高い。あなたはこれをこうやってやる。これが手を負傷したよ。いやね、ちょっとガチ手首やった。普通に痛い。手の固定をちゃんとしていかないとね、痛める。あれは一回痛めるとさ、そう無限じゃない。もう絶対ダメじゃない。そうそうそう。はい、いただきます。めちゃめちゃうまかった。いやうまかったよ。めちゃめちゃうまかった。なんかさすがジョジョ園。ささ中の映像撮れなかったよ。ジョジョ園とさジョジョが混ざってた。ジョジョどうしてた。もらったタブレットやつ。強くなりましたか。すごいなんかパワーがみなぎってるよね。パワーパワーって中で言ってくれる。声のパワー。ちょっと手首は治った気がするから。あ、本当。よし、行こう。マジか。やってまいりました。やってまいりました。さっきが170ぐらいだから200はね超えようか。ジョジョ園パンチ。決まってないから。200ね、200は超えよう。まだわからん、まだわからん。ラスト。いいんじゃない？いいんじゃない？いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。血管をおさらいすると、はい、170ぐらいだったのが180ぐらいだったので、俺は200ぐらいだったのが180ぐらい。ジョジョ塩を食べたら同じになった。ジョジョ塩を食った人として同じ記録にされる。わかんない、メイウェザーもひょっとしたら180かもしれない。そうだよ、メイウェザーが俺たち何キロか知らん。確かにメイウェザーにどれだけ近づいたというか、まあ、もしかしたら180ぐらいのパンチかもしれない。うまくなったのかな、ちょっと10キロのやつはね。まあコツ掴んだのも大きかったかな。じゃあこれから毎日徐々に食べてパンチングマシンして180を維持し続ける。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。じゃあこの動画良かったなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。一番おもろい。